はい、どうも、アットです。今日はですね、日曜日に行われます、今年初の G2 ですね、日経新春杯をやっていきます。まあ、今年からですね、また京都競馬場に戻ってきました。で、金量はですね、これちょっとまだ決まってないんですけども、いつ出るかわかんないですし、ちょっとね、今週はあんまり、ちょっとね、時間取れなさそうなんでね、まあ、ちょっと早めなんですけども、今動画を撮ってる状況です。やっぱりね、人気を集めるのは、そうですね、去年まで3歳ボバ世代だった、まあ、このサトノグランツ、サボーナ、ハーツコンチェルト、まあ、このあたりがすごく人気するかなと思います。とその前にまずこちらをご覧ください。まずここ最近の成績ですね、去年の香港カップ、これ本当見事でしたね。ロマンチックウォリア1着、ヒッシーグアス3着、ルクセンブルク2着で、ノートで3連単、馬連ワイド先出し完全的中で回収率 950% 超えです。もちろんこれも先出しです。で、京都の金牌ですね。まあ、これはブログの方なんですけどね。本命8番人気、コラペットトールが1着になって、まあ、単勝と副賞が的中しましたよと。まあ、あとね、おまけに対抗の、トゥードジボンも3着に来ましたよと。で、こっちもまあブログになるんですけども、まあ、平場の、琵琶湖特別ですね。本命対抗ワンツーですね。まあ、見事、馬連ワイドが大本戦で的中しましたよと。じゃあ、この紙ブログはどこにあるんだってお話なんですけども、概要欄からぜひお願いします。まあ、いつも通りですね、今回も概要欄にブログ貼っておきますので、ぜひね、お気に入りブックマークしていただくようにお願いします。これらですね、すべて、無料の、先出し情報になりますんで、お願いいたします。はい、では詳しく解説していきます。じゃあ、まず一番人気予想の、サトノグランツからいきましょうか。まあ、前走はですね、残念ながら、菊花賞が10着でした。で、じゃあ、この馬をどうするかってお話なんですけども、まあね、この、日経新春杯もハンデ戦です。で、金量がね、ちょっとまだ決まってないんですけど、多分結構背負わされると思います。で、僕ね、金牌の時にも言ったんですけども、ハンデ戦っていうのは基本的にね、前と同時にゴールできるように金量を調整してるんで、一番人気から買うのは基本的にはね、やめた方がいいんですよ。だから、エピファニーも僕ね、まあ、買わなかったんですよね。で、ただね、鞍上がこれすごい良くて、まあ、菊花賞のね、川田騎手がね、ダメっていうのは有名な話なんですが、ただ、この G2 にはめっぽう強くて、例えばね、京都新聞杯も、まあ、今回と似たようなですね、2200m の G2 をきっちり勝ち切って、で、神戸新聞杯、これもね、トライアル、阪神 2400m を勝ち切ってると、まあ、G2 コレクターといっても過言ではないですよね。で、先週ですね、新山記念もまさにね、本当に馬場を読み切った見事な騎乗で川田騎手勝たせましたよね。やっぱりね、この方京都は本当うまいなと思いましたがね、さっきも言ったようにハンデ戦で一番人気をちょっと買いづらいなって感じですね。で、お次が4歳ボバのこのサボーナですね。もう本当にね、なんかサトノグランツと似たような戦績で、まあ、神戸新聞杯は、まあ、タイム差なしのサトノグランツ2着で、菊花賞ではまあ、一応ね、サトノグランツにちょっと、上回った5着と。でもね、なんかね、その決定打がないっていうかでね、鞍上池添騎手は別にいいと思うんですけども、じゃあね、サトノグランツを差し置いて、じゃあこっちの方がね、明確に上っていう理由もないですし、まあちょっとね、オッズもわかんないんですけども、どうなのかなっていうのが正直ありますね。で、お次が、まあ4歳3強のこのハーツコンチェルトですね。まあダービーはね、3着で、まあ、いわばね、一番実績があると言っても過言ではないですが、まあ、ちょっとね、神戸新聞杯を、まあ、あんまりにも騎手がうまく乗れてなくて、まあ、菊花賞も6着と。まあ、個人的にね、松山騎手、この馬あんまり合ってないと思ってて、なんかね、ちょっとちぐはぐな競馬が続いてますよねってお話です。で、今挙げたのは、まあ、多分この馬に3頭人気が集まると。で、この3頭、今挙げた馬って全部、4歳ボバなんですよね。で、この4歳ボバはこのレースどうなんだってお話なんですけども、京都開催の日経新春杯、実はね、4歳ボバめちゃめちゃ強いんですよ。まあ、ここ最近の3年はね、中京でやってたんで除外しますけども、2020年から2013年までのこの8年間で、なんと4歳ボバが7勝してるんですよ。で、しかも、4歳ボバが勝たなかった2018年は4歳馬出走してないんですよ。だから実質、京都開催今7連勝中なんですよ、4歳ボバが。っていうね、心強いデータもあるんですが、ただね、皆様今年の4歳ボバ世代的にどう思います？まあ、だからね、タスティエールとかソウルオリエンス世代ですよね。正直レベル的にどうなのって思いませんでしたっていうお話なんですよ。だから今年の4歳ボバ、だから去年の3歳ボバ世代ですね、弱いんじゃないかっていうね、
まあ、説があるんですよ。で結局ね、菊花賞も、まあ、タスティエラとソウルオリエンス、まあ、ここにいますけども、まあ、アガリウマのねドゥレッツァにちぎられちゃったじゃないですか。で有馬記念も例年だったらこんなに皐月ダービー菊花賞で好走した馬ってこんな2頭とも有馬記念で凡走しないんですよね。タスティエラ6着、ソウルオリエンス8着で、しかもこれはねイクイノックスもリバティアイランドもいないレースでした。でしかも有馬記念でワンツースリーしたのが結局ねジャパンカップの3着4着5着なんですよ。だからそこまでめちゃめちゃレベル高くない有馬記念で、なおかつ、まあ、確かにねちょっと不利とかもあったんですけども、3歳ボバが2頭ともこんな凡走するってなかなかないんですよ。ってことを考えるとこの世代クラシック走ってた馬たちは弱いんじゃないかってお話なんですよね。だからこのハーツコンチェルトもそのダービー3着菊花賞6着とか、まあ、サトノグランツがね神戸新聞杯勝ったり、まあ、サボーナが連帯したり菊花賞ね掲示板入ったりしてますけども、そもそもまず4歳牡馬がどうなのってお話なんですよ。だからレベル低いんじゃねっていう説を僕はちょっと唱えたいです。まあ、あとね4歳牡馬で、まあ、その湘南バシットも当てはまるんですかね。で結局ねジャパンカップも全くね歯が立たずで、11着だったじゃないですか。じゃあどの馬を狙うんだってお話なんですけど もう答えはだからそれ以外だと思うんですよね。でまずそこで1個目つけるのが、この新緑化ですね。この馬4歳なのに買うのってお話なんですけども、去年の4歳牝馬って比較的レベルが高い世代と思ってて、例えばオークス、まあ、このねリバティアイランドが去年は3冠しましたけども、まあ、ジャパンカップはねあの有馬記念でワンツースリーした馬だから、ドーデュース、スターズオンワース、タイトルホルダーにジャパンカップで先着してるんですよね、リバティアイランドは。でしかもこのエリザベス女王杯勝ったのは3歳牝馬のプレイディベーグということで、もしかしたら牝馬の4歳の方はレベルがめちゃめちゃ高かったんじゃねっていう説が僕ちょっとねあると思ってて、まあね一見まあちょっとねもしかしたら阪神ジュビロフィールズでねリバティアイランド2着になってからね凡走してるんでちょっとね早熟傾向があるかもしれないんですけども、世代レベルで言うと4歳牝馬って今年はすごいレベル高いって可能性僕全然あると思うんですよね。ってことでまあ新緑化が面白いかなと。であとがだからね4歳ボバを買わないんだったら何買うかって言ったらもうコバなんですよね。でその中でもね特に狙いたいのがハーツイストワールですね。まあ、前走はですね、ほぼ1年ぶりの休み明けでアルゼンチン競歩会6着でした。でこれがねハーツイストワールの全成績なんですけども、まあ、確かにね基本的に走ってるところってこの馬東京競馬場とか左回りがめちゃめちゃ得意なんですよね。でも普通に考えて1年ぶりでアルゼンチン競歩会、まあ、いくらね舞台が向いたとはいえ 0.4 秒差の6着まで走れるかってお話なんですよね。しかもこのアルゼンチン競歩会の内容がよくって、まあ、これねここ通過順位は14、15、13、12ってあるんですけども、もう本当にね残り100ぐらいまで2番手か3番手ぐらいまで行ったんですよ。でそっから若干失速してしまっての6着なんですよね。でこのアルゼンチン競歩会が 2500m じゃないですか。で今回の日経新春杯は 2400m なんですよね。だからこのアルゼンチン競歩会の 2500m から 100m 距離短縮されるんですよ。ってなった時に実は24がドンピシャで距離あるんじゃねって僕思うんですよ。ただねさっきも言ったように左回りのねその東京競馬場しか走んない可能性もあるんですけども、でも今年の4歳馬場がもしじゃあレベルが低いとしたらですよ、まあ、こういったねハーツイストワールのような古豪がね全然構想してもいいんじゃないかと思うんですよね。もともとねアルゼンチン競歩会も、一昨年ですか2着になったりね、まあ、その長距離実績はねすごいある馬なんで、だから田辺騎手がね、まあ、腹をくくって着狙いぐらいしてくれれば全然3着とか僕あると思うんですよねってお話です。でまあ本当はねじゃあコバを買うんだったらね、まあ、ブローザホーンとかねこの強い5歳世代だからイクイノックスとかドーデュースとか、まあ、この世代の馬のね5歳ボバを買うべきなんですけども、でもねこのブローザホーンが前走確かなんか心臓系のなんかあれ故障だったじゃないですか、心房細動でしたっけ。だからねそれだけなんでね買いづらいんですよね、うん、それさえなければ全然ブローザホーン本命で行きたかったんですよねってお話で、まあ、あとはね、例えばじゃあ、京都競馬場、まあ、長距離 2400m ですよね。で言うとね、京都の武豊騎手のね、カレン・ルシェブルとかいますけども、ちょっとね、距離と格が足んないんじゃないかということでね、まあね、裏を返せばもしかしたらね、4歳ボバでね、ワン、ツー、スリーする可能性もあるんですけども、でも、もし、ね、
せっかくだったら僕はやっぱり穴党なんで、まあ、4歳ボバが来ないんだったら、まあ、このレベルの高い4歳牝馬世代の新緑化と、まあ、この古豪ハーツイストワール、まあ、今のところね、穴馬2頭はこの馬になります。はい、ということですね、これで以上になります。で、とりあえずですね、また次回の動画はですね、日経新春杯の枠と、ハンデが決まってからね、また動画を出したいと思いますんで、ぜひですね、ご覧いただけたら嬉しいです。はい、これで以上になります。で、あとですね、最初にも言ったように今回の予想は全部最終的にはブログになりますね。ぜひね、お気に入りブックマークをお願いします。必ず皆様に有益な情報をお届けいたします。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。